しました。同期だと思ってたら全然違いましたね。そうでした。あ、それと私のことは名前で呼んでもらって大丈夫なんで、地元ではみんなから名前で呼ばれてましたから、その方が慣れてるっていうか。志保がしょんぼりしちゃうよ。え、私？ごめんね、志保。いい雰囲気のところを邪魔しちゃって。え、そんな、違います。赤くなってる。やっぱり狙ってるんだ。ねえねえ、どこが好みなの？よ、あやみ、お兄ちゃんはカンナのお兄ちゃんなんだから。あら、カンナも三角関係か、青春だね。だからそういうのじゃ。志保の3名で出動せよ、だって。出動。いたたたた、カンナ急にお腹が痛く、お部屋で安静にしてます。困ったな。行きたいのは山々だけど、お姉さん、これから別の任務なんだよね。頑張ってね、リーダー。応援してる。お姉
物は間に合ってるから。だからもし任務に付き合ったら、リーダーへの秘密を一つ教えてもらおうかな。リーダーへの秘密を一つ教えてもらおうかな。それじゃあお姉さん、質問考えておくね。でも絶対に正直に答えてね。もし嘘だって知ったら、もう二度とリーダーのことを信用しないから。それじゃあ契約成立ね。リーダー。まあ別任務に出てたりいろいろね。でもそういうことならお姉さんに一つ当てがあるよ。うん、じゃあ貸し1ってことで。お前のためじゃない、世界のためだ。それとシャオさんとか慣れ慣れしく呼ぶな。わからないのか。私はお前の一学年上だ。ならばシャオ先輩しかないだろう。普通にメイチーって呼べばいいよ。ちょっと意地張ってるだけだから。いいよ、メイが出動するなら私が行かないわけにはいかないし、バディなんだからね。戦力になるピンチヒッターが2人、お姉さんの作戦勝ちでしょ。で、志保は大丈夫？すっごい震えてるんだけど。大丈夫です。なんで志保が実戦投入されているんだ。それで済めばいいがな。足手まといにならないことを願っている。はい。志保、一つ質問がある。今まで一度でもイローデッドの変身を経験したことは？え？イローデッドの変身を経験したことは？そのイローデッドって何でしょうか？は？ごめんなさい。で、手短に説明だけしちゃうね。イローデッドっていうのは、わかりやすく言えば
重度の肺病患者のこと。志保も肺病が重症化したからここに来たんでしょ。私たちはみんな同じイローデットなんだよ。そうなんですか。皆さんも。そんなイローデットの中でも私たちは特に重症で、それゆえに超常的な能力を身につけた存在なの。超常的な能力、それが私にもあるんですか。もちろん、そうじゃなかったら今ここにいないから。そしてそれが最も強く発揮されるのは、変身によってリミッターが外れた時。その力は常人をはるかに凌駕する。だが志保はその力をまだ使ったことがない。初めての時は暴走して手下化しやすいから注意しろ。手下化って何ですか。体が自分の能力に耐えきれなくて肺の化け物になっちゃうってこと。そうなると敵味方見境なく暴れて攻撃するようになる。だから手下化したらもう殺すしかない。冷静に。あれ、なんだか一人足りない気が。そういえばカンナは？また勝手にどこか寄り道して遊んでるんでしょ。待て、静かに。待て、静かに。多分。何がですか。見た方が早い。怖い。今の GPS 座標は？ダメ、見当たらない。そもそもこの辺り電波が乱れてる地域みたいで全然反応しないの。持ってない。だって重いしかさばるし、普段誰も使わないからみんな持ち歩いてないよ、あんなの。お姉さん、ちょっとカンナを探してくるね。あやみはカンナのバディだ。いなくなったのなら探しに行くのは当然のこと。それにこんな連中は私一人で十分だ。
先行する。いつも通りサポートを頼む。了解。これがイローデッドの能力。先輩だ。待っていたら死ぬ。お前の指示を待っていたら、ユキも他のメンバーもみんな死んでしまうだろう。それより志保は。志保、大丈夫？放心状態みたい。ショックが強すぎたのかな。いや、私みんなみたいな姿になりたくない。シンホ、別に正気を失うわけじゃないし、あの姿になることでイローデッドの力を使えるわけで。それにあんなのと戦いたくない。どうして私が戦いなんて。私はただ病気を治しに来ただけなのに。灰から世界を救うには、私たちのようなイローデッド能力者の力がないと無理なんだ。だからって。確かに任務があるとは聞いていました。お化けと戦うとか、自分もお化けになっちゃうとか、そんな話全然聞いてません。待って、志保、一旦落ち着こう。もういいです、ごめんなさい。私、先生と話して地元に帰らせてもらいます。あ、ちょっと志保。リーダー頼んだ。私とユキはここでテスタ駆除を続ける。大丈夫だ。我々は自分で帰還できる。別々に行動した方が効率がいい。それとも配置域で司法を保護するのはリーダー一人では難易度の高すぎる任務だったか。テスタ襲来。チッ、だからさっさと一人で行けと言ったんだ。リーダー、どう責任を取る。バカ言うな、この数だぞ。リーダーの力って。
一手殲滅。次は。あれ、他の二手がいなくなってるけど。ところでリーダー、先ほどの戦いだが、あれはどういうことだ？力ってわけね。まあその能力のおかげでリーダーの言う通り一瞬で戦いに決着がついた。ただそのなんだ、能力を引き出される時にだな、こう体中をまさぐられているようで、そのこう見えてウブなのよ、メイって。バカなことを言うな。さすがリーダーは慣れっこみたいだね。一体どれだけの女の子に手を出してきたんだか。ユキ、不潔な発言は慎んでくれ。さあ早く追いかけるぞ。はいはい。廃地域で迷子になっちゃったのかな。もしそうならもうこの世には。縁起でもないことを言うな。が書いてあったから町まで届けてきたの。え、すぐだよ。まあテスターを巻くのにちょっと時間がかかっちゃったけどね。テスターが減ったのはカンナが連れてったからか。相変わらず化け物級の体力だね。あやみは平気だ。合流できなくても自分で帰還できる。ユキ、カンナ、引き続き志保の捜索だ。うん。お兄ちゃん、カンナたちも早く行こう。はぐれたらまた迷子になっちゃうよ。逃げるわけないじゃん。だってこのミッションはお兄ちゃんが誘ってくれたんだよ。あはは、バレちゃってるか。さすがお兄ちゃんだね。カンナにとっては同じ意味なんだけどな。
そろそろカンナって呼んでよ。カンナ、カンナって呼ばれる方が好きなんだよ。やったー。それじゃあお兄ちゃん、約束だからね。カンナだよ。さーて、たらふくいちごパフェを食べられるように引き続き任務頑張るよ。えいえいおー。はぐれちゃった？いえ。ん？生駒さんもシャオさんたちと同じなんですか？ん？なんかあった？お化けみたいになって灰のお化けと戦うんですよね。ああ、なるほどね。お姉さんはね、確かにお化けちゃんの姿にはなれるけど、戦いは苦手かな。やっぱり、なるんですね。大変。志保、動かないで。え？お化けちゃんに追いつかれてる。今、志保の後ろにいるから、そこを動いちゃダメ。え？わ、やだ。こんなところ、これ以上いられない。早く家に帰りたい。お化けになるのも、殺されるのも、絶対に嫌。志保、落ち着いて。お姉さんが一緒だから、いい？気づかないふりしててね。合図したら、すぐにあっちの岩陰に逃げて。生駒さん、どういうことですか？しっ、
丈夫。あの子にはお姉さんの姿は単なる岩にしか見えてないから。それってどういう。それが私の能力、イリュージョンクルー、視覚支配っていう能力なの。大げさな名前だけど、単に幻覚を見せてるだけ。それに静かにしてないとすぐに気づかれちゃうから、戦闘では使えないんだよね。言ったみたいね。志保すごい震えてる。だからお姉さん、戦闘の時はいつも逃げてるの。メイチーたちに任せた方が早いから。どうして特殊部隊に配属されてるんだろうね。志保と同じで何度も逃げたいって思ってたし、今でもたまに思うよ。でも私は今でもここにいる。私はみんなのお姉さんなんだから。こんな役に立たない能力しかなくても、きっと自分の役割は他にあるんだって思ってるから。志保は私よりずっとすごい力を持ってるって聞いたよ。けど私は才能があるから残ってほしいとは言わない。志保が生きたいように生きてほしいと思ってる。一緒にいたいと思ってくれてるなら残ってほしい。そう思えないならやめちゃえばいいの。その時はお姉さんも一緒に司令を説得してあげる。お姉さんは志保がどんな決断をしても志保の味方だよ。だからもう泣かないで、もう震えたりしないでね。おーい、あやみー、うん、お、来たね。運よくピングが届いたのかな。再会は後ほど改めて。カンナはちょっと騒ぎすぎ。わざとじゃないってば。本当にびっくりしたんだからね。じゃあそのカンナの叫び声にびっくりしてテスタたちが寄ってきてるとしたらどうする？
かしさ。高岡さん、高岡さん、そんな私なんかのせいで高岡さんが。させない。ないんです。どうすればいいか本当に。でもそんな私のせいで高岡さんが傷ついてしまったのなら教えてください。私はどうすればいいんですか。最善を尽くします。何かが心の中に入り込んでくる。怖い。私は大丈夫。私はリーダーさんのこと信じるから。今いる分は殲滅した。だがすぐに次の波が来るらしい。そう、それも超絶なのがね。さっきテスタがクイーンを呼んでいたから。エーテルシーカー、生命やテスタの
エーテルの流れを見る。私の力。ねえ、クイーンって確か地域ごとにテスタたちをコントロールしてる女王様的存在のテスタのことよね。そんなのが来てるの？それじゃ今すぐ逃げないと。ああ、すぐに撤退準備だ。急げ。その通りだ。だが仕方ない。ユキの怪我のこともあるし、無理はさせられない。クイーンは今までのテスタとは比べ物にならないほどに大きくて強い。そして私たちは今まで一度もクイーンを撃破したことはないんだ。何度も言っているが、私一人ならともかく周りへの気遣いが必要な状況でクイーンとは戦えない。そんなことができるのか、来たばかりのお前に。ここで失敗すればリーダーの座は返上してもらうぞ。急げ、時間がない。了解。あれ？よくわかんないけど得意だよ。おお、なんか楽しそう。いいよ、わかった。迷いも無駄もない的確な指示。各人の特性を把握した役割分担。こいつ。あ、いや、なんだ。私がぼーっとするわけないだろ。それより、大丈夫なのか？本当に。
たり前だ。力だったよ、志保。ありがとう。やるじゃん。はい。それと志保のリローデッド姿、すごく綺麗。まるで女神みたい。準備はいいか。ないくらい心がないでいる。魂が研ぎ澄まされる。こんなことは初めてだ。誰も何も気にしなくていい。貴様を斬る。それだけに集中できる。全滅した。嘘、信じられない。私たちやったの？ええ、105地区
奪還完了。おーい！急にテスタがみんな逃げていっちゃったんだけど、もしかしてクイーンを倒したの？ピンポーン、正解です。やった、すごいすごい、みんなすごい取り戻したんだ、私たちがこの地区を。嘘はつかない。それにみんなが頑張ってるのに私だけ頑張らないのはありえない。楽だった、すごく。ずっと息苦しかった。どれだけ頑張ってもうまくいかなくて、私のやり方は間違っていたのかもしれない、そう思うこともあった。でもここまでの努力が全部無駄になる気がして、間違ってると認められなかった。それなのにお前が来た、ただそれだけでここまで。やっぱり私が間違っていたんだな。一言余計だ。一応礼を言っておく。な、だいぶメイの扱い方が分かってきたんじゃない？おい、余計な口を挟むな。私のことを分かったような口を聞いている。そうやって上から目線で物を言うやつは私は絶対に信用しない。お前は理想ばかり、でかいことばかり言って全然現実を見つめていない、そういうやつは好きじゃない。だが先輩はもういい。実力は素直に認める。それは普通でいい。だからメイチーと。ああもうお前の好きにしろ。
こちらでも確認した。先ほど105地区にテスタ調査部隊を派遣した。安全を確認できれば105地区は封鎖解除となる。全員ご苦労だったな。イエーイ。カンナ。いや、いい。お前たちは成し遂げたのだから、存分に喜びを分かち合え。それが次の成功につながる。それとリーダー、よくやってくれた。この調子で次も頼む。皆も今回は大きな一歩だった。これを機に全クイーン殲滅を目指してほしい。放課後にストラプルを配布する。忘れず保健室へ取りに来るように。ストラプル？ロリポップだよ。ロリポップってあの棒付きの飴のことですか？そうだ。ただ似てるのは形だけでな。実際は戦闘で消耗したエーテルを補う薬なんだ。ちゃんと取らないと 3,4 回戦うだけでエーテルが枯渇して死ぬ。絶対に取り忘れるな。気をつけます。